でここに木原誠二いますね、はい、で菅木原二階野田佳彦、これこそまあそのなんていうんですか、その矢島さんという、まあ、大衆総研のネットワークが、野党与党問わず幅広にいってるよねということが分かる上に、永田町的にはこの木原誠二の部分だけ欠落してるんですね、ニュースとして、うん、やっぱ菅二階だよねと。で今度はですね、まあ次々に出てくる再エネ疑惑の実態ということで、はい、秋元議員の、秋元議員側に国取引業者が献金、衆院選中公選法抵触を恐れという記事が出ているのでご紹介したいと思います、はい、洋上風力発電事業を手掛ける日本風力発電風力開発社長から多額の資金を受け取っていたとして収賄容疑で東京地検の捜査を受けている秋元雅俊衆議院議員が代表を務めていた自民党支部が2021年の衆院選期間中多数の省庁との取引のあった千葉県柏市の再生エネルギー関連会社から10万円の献金を受けていたことが14日同支部の政治資金収支報告書で分かったということなんですが、うん、この秋元さんの再エネスキャンダルというよりも事件にもなって捜査が始まってますからね、収賄容疑で、まあ、今は、任意の捜査を受けてるってことなのかな。で、こういうネタはね、例えば10万円受け取ってました、これはねおそらく特捜部のリーク、夜回り情報ってやつですよ、おそらくね。で、この構図というのは秋元雅俊さんという人は自民党の中でまあ反原発で、反原発したら原発の発電量を何かで補わなきゃいけないから、それは再生可能エネルギーにしましょうよという、反原発と 再エネ推進のセットでいうと最も最強硬派と言っていい人で、それで皆さん思い出すのはこれは河野太郎ですね、はい、ずっと反原発と言いながら、再生可能エネルギーを推進し続けてきた。そしてご自宅は日本端子というね、中国の例えば太陽光パネルの、まあ、端子ですよ、まさに日本端子っていうそういう関連事業で、まあ長い間ね、河野洋平の頃から、中国と関係が深かった人が反原発と再エネで、今日本にあるほとんどの太陽光パネルは中国製です、残念ながら、はい、もう数百万枚日本に入ってきています。これアメリカはウイグルの人権の問題があるということで1枚たりとも輸入ができないはずのものが日本に大量に入っている。親中派が再エネをやっている理由はもう僕はそこにあると思いますよ、構造としてね。で、そういう話の中で秋元さんという人が今捜査対象になっているということは、特捜部はこれを、まあ、秋元さんは簡単に言うと下っ端だからじゃあどこまで遡れますかという時に大事になっているのは、これ先週も言ったけれども、前回も言いましたけれども、はい、3000万円だと私記憶してますが、3000万円払ったんだけど、この、塚脇さんというね日本風力開発の社長さんは、はい、その3000万円が競走馬の、まあ、オーナーシップに化けてる。日本競走馬協会の会長は河野太郎、それからお父さんの代からの馬のオーナーシップについてはもう河野家の利権なんですね。そこら辺のところまできちんと特捜部はメスを入れてもらえれば、これはそういうことによって日本だけね、 G7 とか自由主義国の中で中国の太陽光パネルがノフォーズに入ってきてる、日本だけですよこんな国は。日本だけですか。で、小池百合子がね義務付けて、じゃあそのパネルどこ製でもいいんですかと、まともな知事だったらこれはそのアメリカに、こういう時はアメリカに準拠しないんですよね、うん、そういう意味では親中派、反原発、再エネ利権、これ全部セットだというふうに見ていただいても間違いないと思いますね、はい、はい。そこで池田信夫さんがこのようなツイートをしています。木原誠二は落選中に大衆総研再エネ詐欺で強制捜査の入っている大衆総研の特別研究員で、大衆総研のボス矢島ヨシヤさんって読むのかな、はい、矢島ヨシヤの結婚式にも参列した吉成さん、はい、
吉成さんの結婚式にも参列した。大衆総研は三浦瑠麗の夫の資金源とも言われている。結婚式には菅前首相も出ている。再エネと政権中枢のつながりが見えてきた。それで、もう池田信夫さんはね、こういう事件物でのこういう政治との絡みでは本当に鋭い発信をされる方だと思っています。で、ただこの木原政治について言えば、確かに落選中に大衆総研の研究員っていうのをやっても給料もらったわけですね、はい、ただこの矢島さんという大衆総研って、その銀座のすぐそこにあるんですけど、そこは、ちょっとこういう利権というかな、その永田町にうごめくこういうシンクタンクという名の お金とかそういうのの、まあ、交差点になっている組織としては珍しいんですけど、与党野党またいでもう何でも食べる雑食のそのシンクタンクなんですよ。そもそも矢島さんという人は、鈴木康友さんというね、旧民主党系の浜松市長をしているその民主党系のシンクタンクだったんですね。ただ再エネについてはこれ政権交代しましたよね、はい、それをまたいで菅直人政権が固定価格買えてる制度っていうのを導入したじゃないですか、はい、フィット、はい、でそれがその政権が自民党に戻ってきて、それを受け継いだ人たちが自民党側にいるわけですね。だから矢島さんという人はもう何でも、もうバンバン金払う。で、落選したら自分のところで研究員にして育てる。だから幅広の、もう銀座のフィクサーなんて言われてますから。という意味では、私はこれ木原誠二さんが研究員をやっていたという事実を他のメディアがほとんど書かないということの方が違和感感じますよね。ああ、なるほど、うん、本当におっしゃる通りですね。それからはっきり言って大衆総研と自民党ってことを考えると、もともとね、SY 総研って言った、これ鈴木康友と矢島の Y で SY って言ったんですね、はい、それがどうやって自民党に食い込んだかというと、これ実は菅元首相と非常に関係が深いんですね、矢島さんは。そうすると秋元さん、河野太郎さんっていうのは一昨年の総裁選挙で菅さんが担いだ人ですよ、はい、そして親中派で反原発で再生可能エネルギー推進派。そうすると、まあ特捜がどこまで視野に入れてるか別にして、こういう塊、例えば親中派で言えば二階さんとか、菅さん、二階さん、森山さん、これ後で飯食ったって話が出てきますね、はい、そうすると特捜がイメージしている捜査の、まあ、僕らチャートとかね、青写真みたいのを書いてる、それとは別に永田町ではこの秋元事件は菅、二階、河野太郎に ものすごいダメージになってる、はい、と理解されてる。ええで、特捜がどこまで行くか別にして、ちょっともうこれポスト岸田の最右翼と言われた河野太郎はもうこれで消えたんじゃないかという論評をする人すらいるということなんですね。それがそのこの事件と政局をまたぐエッセンスだということはちょっとね、うん、強調しておきたいと思います。はい、あ、それこれいいの、あ、これ池田さんのあれだ、うん、これ差し棒ありますか、あ、ここで、ね、これ大衆総研の矢島さんという人たちは晩婚というか、まあ、遅くに結婚したんですね。これ内閣官房長官時代の菅さんが、まあ、ここにいますね。そして私が違います、遠藤利明さん、うん、これ今岸田政権の、まあ、懐刀というか菅さんが一番親しい、その政府与党の関係者のうちの一人で、安倍さんが銃撃された時は岸田さんは遠藤利明さんと山形県で凱旋をしている最中でした。そういう人です。で、ここに木原誠二いますね、はい、で菅、木原、二階、野田佳彦、これこそ、まあ、そのなんていうんですか、その矢島さんという、まあ、大衆総研のネットワークが、野党与党問わず幅広にいってるよねということが分かる上に、永田町的にはこの木原誠二の部分だけ欠落してるんですね、ニュースとして、うん、やっぱ菅、二階、
だよねと、そういうふうになんとなくね、例えば遠藤利明という菅政権の中枢にいる人、木原誠二もそうですね、官房副長官ですね、その人たちのスキャンダルとは一線を引いた報道になっているというところに僕はちょっとこう違和感を感じてます。なるほど、はい、はいはい、それがどういう点と点がつながってくるのかというところで、それで、私が興味があるのが森まさ子なんですね。はい、こちらですね、はい、森まさ子さんの8月12日のツイート、私が会長を務める自民党少子化対策議連の要望により新設されたブライダル担当という画像を添付し、先日経産省サービス産業課よりレクを受けました。議連の要望が叶い新設されたブライダル補助金の第1次第2次公募の結果について報告を受け、夏の概算要求に向けた対応も説明を受けました。これを受けて秋に議連を開いて議論してまいりたいと思います。これAIが作るなんか似顔絵みたいなやつですね。ご自身の、ね、キャラクターで、これ、ね、本当に政治家やめた方がいいと思うんですよ。こういうのはね、後で絶対揶揄されるから。それで、この問題どういう問題かというと、この人はどういう人かというと法務大臣経験者なんだけど、今岸田政権で LGBT 担当首相補佐官という肩書きを持っている人です。で、岸田政権、岸田首相は今年の1月に異次元の少子化と言ったわけです。でその1ヶ月後に LGBT 法やるって言った。これね、真っ向から反対の政策なんですね。なんでかというと、世の中に男と女がいて、それが結婚して子供が生まれるっていう、これはもう生物学の摂理ですね、はい、ところが政府が LGBT の理解を増進するように商用したら、今まで自分は男だと確信していた人が、あれと、もしかして自分は女なのかもしれないと思う人が、例えば日本に5000万人男性がいたら、そのうちの何割かはそういう性に関する揺らぎを許容するということを政府が後押しするということになりますね、はい、さあ5000万対5000万が何らかの形で結婚して子供を産むことが少子化対策なのに、 LGBT 法を通してしまったら母集団を減らす行為をしている。私はこれは政権として強烈な自己矛盾だと思っています、はい、でそれをことするいろんなね、その異次元の少子化対策って言って、さっきも言ったけど、じゃあ配偶者控除をやめます、扶養控除をやめます、これ真逆行してるじゃないですか。じゃあ何やってんのって言ったら、今度はその補佐官の森まさ子がブライダル補助金、これ結婚したら少子化対策に資するでしょというかなり上んなところでこういうのをやっているということが私は大問題だと思いますよ。ただもっと面白いのは、まずこれが秋元スキャンダルと構造が一緒だということなんですね、うんうん、この森まさ子さんはブライダル業界のある会社から100万円の献金をもらっていることが分かっています、はい、それ以外にも、まあ、かなり、そういう業界との関係が深いということは知られているのに、例えば経産省産業界よりレクを受けました、レクっていうのを呼びつけるわけですよ、あの参議院議員会館の自分の部屋に来いと。でレクというのを聞いてるだけじゃなくて、これやれという指示を出すわけですね。そしたら秋元さんが、日本風力開発から3000万円もらって国会で質問したという構造と、この人がブライダルで、100万円もらって役所を呼びつけてブライダルに関するセクションを作れと言ったんだとすれば、構造は同じだということなんですね。本当ですね、うん、そしてもうこれもうものすごい矛盾があるのは、次のあの高安神湯さんのツイートにも書かれていますけども、少子化対策でなくてインバウンド対策になっているっていう、これはもう国民に対するもう大きな欺瞞というか、もう筋が悪いなっていう感じがするんですが、本当に表現としては筋悪っていうのは一番分かりやすいですね、うん、それで、私ちょっと前にそのメッセンジャーの方に、森まさ子のとジャック・マーの写真をお送りしたと思うんですけども、出るようだったらあこれですね、はい、この森まさ子という人は、皆さんその LGBT 担当推進派でラーム・エマニュエルアメリカの駐日大使と稲田智美と3人並んでパレードしたのがこの女です。でその他に彼女について皆さん覚えてほしいことが2つあるんですね。一つはこうジャック・マーとこれこういう顔って、こう女性がこういう顔する時っていうのはこれ何なんですかね、あのすごくこう親しげっていうんですか
こういう笑顔って誘導していただいたんで発言しますとこびた表情です。ですよね、はい。そしてこの隣の人は、僕は実は個人的に知り合いでもあるんですが、ジャック・マーというアリババの創立者なんですね。で、森雅子は、その流行り病がはじけたっていうかな、パンデミックの時にマスクをねくれてありがとう、サンキュージャックだったかな、そういう非常に親しげなツイートをしたんで有名になったわけです。ということはこの人は非常に親中派の側面も持っているということ、ええ、でこの人は LGBT をやっているということ。そうすると親中派と、反原発と再エネ利権で、親中派で、そのこういう人というのがほぼ同時期に特捜部とかあれメディアを使って撃たれる形になってる。でしかも再エネについて言えば木原誠二も遠藤利明も矢島さんのね、再エネ利権の交差点といわれる胎児送検の矢島さんの結婚式に行っていたのに、親中派のあるいはその例えば菅さんとか二階さんとかそういう人のスキャンダルというくくりでの報道が出続けている、はい。そうすると私は非常に興味があるのは、ちょっとここから先やばいから有料パートで譲る必要があるかもしれませんけれども、この秋元ネタを特捜部がやっているということと、森雅子のブライダルスキャンダルがこのタイミングで出てきたということが、その親中派というくくりは、これは実は菅義偉、河野太郎、はい、この人たち、そして二階俊博、この人たちが攻撃をされる、そのことというのは結果論的には木原誠二スキャンダルが薄まるという効果があるんですね。そうなんですね。それから岸田文雄からするとポスト岸田の、まあ、左翼、まあ、左翼なのに右翼っておかしいか、ポスト岸田で、まあ、有力と言われた河野太郎が消えていくということは自分の延命には結果的に資する話ですよね。確かに。でも山口さんのお話聞いてたら、よく考えたの、総裁選で出てきた4人のうち、そう、高市さんと河野太郎がやられてるっていうのは、はい、メディアで集中砲火を浴びるケースが多いですよね。で高市さんも保守派だからずっとね、保守派の人は、まあ、それこそ統一教会もそうだったし、はい、叩かれがちですね。叩かれる、もう女性なんか特にね、高市さんとか杉田水脈さんとかも理不尽な叩かれ方をするじゃないですか。河野太郎っていうのはここに来て突然と言ってもいいぐらい急に叩かれ始めたんですね。それで同じ親中派、これを親中派と言わずして何なんだという人が、こういう叩かれ方をするというのは、この人に非があるんだったら叩かれて当然だけど、私はタイミング的には非常に積極的なドロドロした匂いを感じますね。じゃあこの、秋元スキャンダル、それから森雅子スキャンダルを、じゃあ誰かがメディアに食わしたのかもしれないですね。あるいは特捜にネタを振り込んだのかもしれないですね。そこまで考えるとすごい得してるのは、木原誠二の、まあ、奥さんのいわゆる殺人かどうかわからない事件の重要参考人問題、これが薄まってますよね、結果的に薄まってます、はい。それから、岸田文雄を倒しに来る可能性がある河野太郎が大きなダメージを受けてる、はい。この情報操作に官邸がどう何らかの、まあ、影響力を行使しているのかは私は知らないけれども、無関係かどうかは、まあ、確認する必要があるというね、まあ、遠回しな言い方をさせてもらってますけど、山口さん、はい、視聴者の方からすっごい鋭い質問が、はい、岸田にそんな脳と力があるのか。ないです。やってんのは木原誠二ですよ。岸田さんにそんなあるわけないじゃないですか。誰でもわかるチャット GTP っていう本を今読んでる人ですよ。そういう戦略なんかあるわけないんですよ。チャット GTP に聞いてる可能性あるけどね。河野太郎を叩くのはどうしたらいいですか、優秀ですね、はい、セリってやってるかもしれないけど、こういう戦略ははっきりと木原誠二は非常にうまいんです。それから内閣の官房副長官、特に衆議院の官房副長官っていうのはメディア対応っていうのはその業務ですから、
そして、まあ、例のね、木原問題で言ったら、彼は自民党で、2018年だったかな、情報調査局長ってやってますね。これは先ほど言った内閣情報調査局と向き合う自民党の役職ですから、そういう意味では情報を集めてメディアに食わせる、その業務を党でも官邸でもやってた人。それが結果的に河野太郎スキャンダルというのかな、秋元再エネ問題と森まさこブライダルが出てきて、岸田さんを利する、そして自分のネタは薄まるという意味では、そのまあいい質問だからあえて踏み込んでますけど、木原さんが何らかの関与をしたのかどうかっていうのはネタとしてね、それは興味がありますね。そうですね、はい。まあ、木原誠二さんっていう方、なんか、ね、他にも隠し子がいたなんていう、まあ、ニュースもまた出てたりしていて、はい、本当にあの先ほどのあの、体重総研の、 あの、はい、イベントというかね、あの結婚式に出られてたりして、はい、本当にこう幅広く、まあねまあ、人脈を張っているんだなっていうのと、銀座によく来てるんだなっていう。そうです ね、 ね、全員奥さん銀座でなおかつそうなんですよ ね、 ね、それ今ね官邸に送り迎えしてくれてる愛人も銀座のホステスをしている方、はい、で今まあ問題の渦中の本当の奥さんも銀座のホステスさんだった人、はい、で体重総研の本部はもうすぐそこの銀座ですね、あれ7丁目なのかな、ですよね。だからまあこうそういう人が今、彼は官房長官であると同時に安全保障担当の総理補佐官という肩書きも確か今も維持しているはずなんですね、はい、安全保障担当は僕はあまりもうこうなると適任ではないんじゃないかなと思いますよね。だからここの無茶ぶり P が言っててなるほどと思ったのは、彼は今度の移動ですぐ子供作っちゃうから少子化担当にしたらいいんじゃないかとなるほど、いう案をね言って、あ、なるほど、まあ冗談ですけど、そんなのも早くこう説明責任を果たしてもらわないとね、ええ、通用な役職につけるべき人物ではないと思いますけど、まあ少子化対策についてはすぐいろんなところで子供作っちゃうんだったら、まあ実績があるってことになりますね。はい、ありがとうございます。前向きな、ね、はい、ご意見もいただきましたが続きまして、はい、岸田内閣支持する5ポイント減の 33%、 内閣発足後最低水準にということなんですが、まあ、なんか内閣の改造の話も出てたりするんですが、うん、これについてはいかがでしょうか。ね、これその NHK の世論調査で、3ヶ月連続で下がって33って、これも政権の危機ですよ、うん、NHK の世論調査比較的高めに出る傾向が高いんですね、時事通信と NHK は。これが33ということはもう他の世論調査はもう3割切ってくるってこと、はい、それで、その岸田政権も大手メディアもこれはどうマイナンバーカードのせいなんだというまとめをするところがほとんどですけれども、私そうだったこんななんないですよ。マイナンバーカードは手作業のミス、それから河野太郎の発信の、まあ、不適切性というこの2点ですよね、はい、それでこんなに支持率下がるってありえないんです、うん、これは明らかに LGBT 法を強行して全く説明しない岸田文雄個人に対する憤りと、日韓関係を、まあ、何の落とし前も再発防止も謝罪もないままなし崩し的に再開していること、こういうことに木原スキャンダルとかが加わって、ああもう来たらダメだと、もうそこ割れちゃってるわけですよ支持率、はい、それがメディアも書かない上に岸田もそのせいだという自覚を、まあ、してんだかしてないんだか分かりませんけど、それが表に出てこないわけですね。だからもうこれもどんどん下がっていく一方だと思いますよ支持率はね、上がる要素ないんだもん。続きあの財務大臣が16番の、はい、この人が言うってことはもう相当深刻ってこと、ちょっとこれ読んでいただきましょうか。なるほど、鈴木俊一財務大臣は15日の閣議後記者会見で、岸田文雄内閣の支持率低迷について内閣にいる者としてさまざまな調査で下降傾向にあることは大変に憂慮して残念に思っていると述べたということです。で鈴木俊一さんという人は僕がよく知ってる人で、あの早稲田出身でゴルフが上手なんですよ、はい、あ、そうなんですか。で一緒にゴルフしたので、あのなんていうかすごい誠実な、まあ、誠実っていうかな、あんまり褒めるとねまたいろいろ
深掘りというか深読みされるからあれですけど、まあ素直な人なんですね。でこの人が閣議後の会見で、その内閣支持率が下降傾向にあることを認めた上で憂慮するって言ったのは僕は重たいと思いますね。これ言ったらこういうニュースになっちゃうと分かって言ってるわけだから、はい、これは鈴木さんがもう岸田さんに対する警告なのか、どういう意図でこれを発信したのかはね、鈴木さんに聞かれては分かんないけど、財務大臣という主要閣僚がこういう発言をした、これはもうお尻に火がついている証拠以外の何もでもないですよね。これって山口さん、鈴木大臣は麻生さんの、はい、まあ親交の深い方だったような気がする。親戚ですから。あ、そうなんですね。親戚なんです。あ、そうですか。鈴木俊一さんと麻生太郎さんは親戚、うん、麻生さんも、まあ、台湾でね、あのような発信をされたり、はい、ちょっと動きが見えてきたかなっていう感じがするんですが、いかがですか。やっぱり麻生さんは副総裁としてね、総裁を支える立場ですね、はい、で、鈴木さんは麻生さんの後任としての財務大臣をやっている。この2人が、まあ、麻生さんはね、まあ、内政の話最近ほとんどしないし、彼はその岸田政権を支えるという意味でこれマイナスのことをまあ、ほとんど言わないようにしてるように見えます、私にはね、はい、ただその親戚の鈴木さんがこれ踏み込んだというのは、もしかしたら麻生さんと連携してる、これを発言する前に、麻生さんとも報告なり相談をしてこういう発言をしているとしたら、これは重たい話になってきますよね。そうですね、はいはい、ちょっとこの辺もまたおいおい山口さんに深掘りしていただきたいなという。麻生さんの動き、ね、大きいですね。じゃあ19位いっちゃいましょうか。はい、うん、自民麻生副総裁と茂木幹事長が会談、党役員人事内閣改造をめぐり意見交換かという記事です、はい、でそれとでもう20ももう時間ないから続きでいっちゃいますとね、はい、大逆風の岸田政権に菅二階両氏ら非主流派が虎視眈々と。これは何かというと、まあ、菅さんと二階さんとかが飯食ったり話し合いをしているよという話なんですね。で私はこれは例えば秋元雅俊再エネスキャンダル、再エネ事件とそれから森雅子ブライダルスキャンダルが出て、これ実は菅さんにとってはものすごいダメージ大きいわけですね。でこのタイミングであえて菅さんが二階さんとの連携を強調してみせる、うん、飯を食ってそれをメディアに撮らせる、それは、僕は岸田木原こういう、非主流派菅さんを狙い撃ちしてるかのような発信とか、それに対してふざけんなよというある種の宣戦布告の手前っていうんですか、なめんなよという、意思表示であると見た方が分かりやすいなと思ってますね。なるほど。でそんな中で麻生さんと茂木さんが会うというのは、それを前提にするとまずね、麻生さんと菅さんっていうのははっきり言ってすごく反りが合わないんですよ。そうなんですか。全然合わないの。だから僕すごい苦労しましたよ、あの安倍政権下で。おお、もう菅は何考えてんだかって僕に言わないでくださいみたいな話も散々あったんですまあ少し本人も書いてます、軽減税率激怒してましたから。でもともと反りが合わないけど安倍さんがいるからお互い安倍さんを支えようということで、まあ、トライアングルになってたんですけども、安倍さんいない今もうこの二人は、まあ、基本的に反りが合わない、うん、そうすると菅二階とじゃあ麻生茂木で、茂木さんについてもすごくまあ傲慢それから上目線で下の評判は悪いんだけど上の評判すごくいいんですよ。そうするとこの2人が合う、それで麻生さんの親戚である鈴木さんが内閣支持率のを憂慮する発言をしてみせるというのは、これは政局的に見ても僕は見過ぎではないなと、うん、ポスト岸田を睨んだ発信を少しずつし始めている。それは岸田内閣のあるいは岸田政権の中にいる人が始めているというのは、これは支持率底割れしたら泥船から抜け出さなきゃなというニュアンスが少なからずあると、主流派と非主流派両方にね、そんなような印象を持ってます。
はい、まだまだ聞きたいことたくさんありますので、この後の、メンバー限定の方でご覧いただけたらと思います、はい、ということで山口さんありがとうございました。ありがとうございました。